どうもこんにちは、ミカスです。今映ってますこちら、これね、以前紹介しましたネクストレジっていう、まあ、ブランドの、ベッドルームプロジェクターっていう商品なんですよ。まあ非常に小さいプロジェクターで、で自在のねアームがつながってて、これ角度がねこういう風に自由自在に変わるんですけど、まあ、ベッドに取り付けて天井に向けて投影するとかねのにすごい便利ないいプロジェクターですよっていうね。実は今スマホの映像をこれ投影してる状態なんですけど、はい、こちらスマホ、まあこれ iPhone ですけど USB-C につなぐと無線で映像転送できる。要するにスマホの映像をわざわざ線を接続しなくても無線でつなげられるっていうね、非常に便利な、まあ、商品だったわけなんですよ。はい、このようにですね、天井に投影して、まあ、寝ながらね映像を見れるっていうね、すげえ便利なんですよね。で、まあ、今ねベッドルームプロジェクターっていう話しましたけど、別にベッドルームに限らず非常にコンパクトなので、まあ、例えばキャンプだったり車中泊だったりとか、家の外に持ってって使うっていう使い方でもね、非常に相性がいいと。で、まあそんなにねすっごい強力に明るいっていうわけではないんですけど、十分な明るさだと思いませんか。なので、まあ出力もそんな高いわけではないので、まあモバイルバッテリーとかそういったものでも運用できるんですよね。はい、でこれが便利すぎるので逆にちょっと不便だなっていうところが、まあ、出てきてたんですけど、それが何かっていうと、まあスマホの映像を飛ばすんで、で向こう向こうで電源取ってるんで、電源問題っていうのが出てきちゃうんですよね。要するにスマホの電池がなくなったらダメじゃんみたいな。寝る時に充電する人なんかはもう1日分の充電使い切ってそろそろ電池ねえわみたいな、そういう状態になりがちだった。で今回新しく、はい、こちら、こういった商品が、登場しました。ネクストレージの PDP アダプター、はい、でこれがですね、まあ、ちっちゃいねこんな程度の、ね、商品なんですけど、まあ、USB-C の端子が1本、オスが出てて、でメスの USB-C が、2箇所あって、こっちは充電マークがついてますね。ここは給電用の、まあ、USB-C、 ここから電源を取って、まあ、スマホも充電ができますよ。はい、このような感じですね。こうすることで、まあ、無線で HDMI に、まあ、映像信号を飛ばす、それでいながら給電もできるっていう風になるっていうね、これでますます便利になるのは間違いないっていうね、そういう商品なんじゃないかと思うんですけど、実はさらにこういった商品もありまして、でこれ何かっていうと、実はこれ SSD なんです。こんなちっちゃいんですけど、ポータブル SSD になります。あ、ちなみにね、容量はこれで1テラです。 1000GB ね、はい。で、まあ、iPhone ね、ストレージが多いと1テラの iPhone とかすげー高いんですよね。だけど別に外部ストレージでいいじゃんみたいな、なのでこういうのがね最近非常に人気なんじゃないかと思うんですけど、で、まあ、これをつなげたい。で、ただこれをつなげるとやっぱり電源が取れなくなるんですよね。でこれ使う時って、まあ、データのやり取り結構大量にやったりすると思うんで、まあ、同時に電源も欲しいと。なのでまたそういう時にこれが活躍するわけなんですよね。で実はですね、これね、今これ iPhone なんですけどケースに入ってるわけですよ。そしたらちょっとねケースによってはね届かない、ザコッと刺さりきんない場合があるんですけど、これ特許技術なんですけど、実は iPhone に挿すのこっちでも OK なので、こう USB を挿して USB でつないでもいいわけですよ。でこっち側に SSD をつないであげることができると。はい、でここから、まあ、電源をつないであげるっていう使い方が、まあ、できるわけなんですよね。これめっちゃいいですよね。自分これ知らなかったんですよね。この SSD ちょっとこれ買おうかな。はい、ということでこのネクストレージの、まあ、プロジェクターが非常に優秀なのでかなり人気も高い商品なんですけど、まあ唯一の弱点だったスマホの給電ができるようになったっていうのが、嬉しいポイントなんじゃないでしょうか。以上です。じゃあいいね。
さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。